いいえ、一時的にです。まだ被害者の魂は戻っていません。どうしたの、ゆかちゃん。私にご用事？それともゆうやに用事かしら？すみません、川瀬くんに。あら、素直ね。姫がお呼びじゃ。粗相のないようにな。今日はどうする？うん、わかった。ゆかも行くよ。ゆりさんに会う前に聞いていい？あるプランを思いついたって言ってたけど、それって何？あ、それゆかも考えてた。知らなかった。でも昨日のゆりさんの話で神岡先輩のことだなって。うん。ゆりさん、こんにちは。最近、よく来ますね。
というのは、意識を封印するという意味ですか？その方法ではトリスメギストスを滅することができません。それは当然のことなんじゃないかな。ユリさんはトリスメギストスをやっつけることを第一義に考えているんだから。ユリさんは神岡先輩が好きなんだよ。だから今まで封印できなかったんじゃないですか？赤の他人さんがトリスメギストスに操られて魂を買っているならば、川瀬君は事件を止めるために赤の他人さんを封印できる？ユリさんも犠牲者は減らしたいと思って行動しているんだから、そういう考えはあったんじゃないですか？じゃあ川瀬君の好きな人がトリスメギストスに利用されて魂狩りをしているって想像して、封印できる？じゃあ封印しなくても済む方法があるなら？でしょう？ユカならば確実にそうする。そして犠牲者が増えていくことに葛藤すると思う。トリスメギストスをやっつけることを第一義にしていたユリさんの葛藤の妥協点が、去年の七角ペンダントを壊すことだった。トリスメギストスの対抗に使うはずだった魔力を、七角ペンダントを壊すことに使って、神岡先輩を救った。このことは、第一義が、トリスメギストスから神岡先輩に入れ替わったことの証拠。でも今年、また意識不明事件は起きた。神岡さんには手を出さないで。
それは根本的な解決にはなりません。事態を悪化させる可能性さえあります。そして七角ペンダントが精錬できるのなら、去年の私の行動も間違っていました。結果、私は一時しのぎのために魔力を使い切りました。今年まで待てば、新たな麻酔症を使った魔法で奴を消滅させられたかもしれないのに。今は、わかりません。魔力のない私には、それを使うことすらできないかもしれません。でもそれは、二つで一つのアイテムです。異世界にもう一つ。きっと、使い方のわかる誰かに託されているはずです。それが、スミヤさんの意志だから。異世界の誰かがこれを使えなかった場合は、そっか、その可能性を考えると怖くて決断できない。七角ペンダントが選んだあなたがそう考えるのならば、そうなのかもしれません。でも神岡さんは、せめて私に決着をつけさせて。川瀬君、そうしよう。状況に変化が起こるのを待つこと。ごめんなさい、ゆりさん。一方的にこちらの意見ばかり言っちゃって。ゆかがゆりさんの立場に立ったら、どちらかを選択する勇気すらないよ。何かを守ることは、何かを壊すことと同じ。でも星原さんは、それをやらないと救われないと思います。行こう、川瀬くん。ユカたちがいることで、余計プレッシャーをかけていると思う。考えさせて。ゆりさん、かわいそう。ねえ、本当に考えよう。ゆかたちにできることを、本当に。
川瀬くん、今いい？あら、ゆかちゃん。ごまちゃん、川瀬くん借りてくね。どうぞどうぞ、返さなくていいからね。はーい。はよ行け、色男。考え、まとまった？神岡先輩の件。まとまらない。ゆりさんの気持ちになれば、神岡先輩を封印することなんてできない。ゆかは、ゆりさんとは違うから。わからないよ。でも、辛い思いをしているのは、ゆりさんだけじゃないよ。すべての事件は繋がっているって、川瀬くん言ったよね。あれ、ゆりさんも同じように考えていそうだった。どうして繋がっていると思うの？ゆかにはそこがわからないの。ゆかだけが浮いてない？他は互いに結合しているのに、ゆかのところだけなんか浮いているような気がする。七角ペンダントの持ち主を導いて、川瀬くんを SE にしたこと、かな。じゃあやっぱり、きちんと一つずつ紐解いていくと、ゆかの記憶も。昔のゆかって、どんなだったんだろう。ああ、うん。ホイップクリームのケーキの上に半分に切ったイチゴがいっぱい花のように咲いていて、ダークチェリーが5つ、6つ、7
7つ乗っていて、ミントの葉が散らしてあって、ろうそくが等間隔で5本。カメラを持った人。でもフラッシュの光が眩しく焼き付いているだけで、その人の顔はわからない。思い出せないな。黄色を使ってもダメ。誕生日と関係あるかわからないな。なくした時の記憶しかないから。でも、お母さんにもらったような気がする。泣きながら、お母さんごめんなさいって何度も言ってたよ。お母さん。でも、ゆかの都合でゆりさんに悲しい思いをさせるのも、ゆかは寂しいなんて思わないし。うん、ゆかはずっとこうだったし。うん、嘘だよ。お父さんに会いたいよ。お父さんに会いたいよ。家族の待つ家に帰りたいよ。ちっとも覚えてないのに。温かみが恋しいよ。ゆかは何なの？ゆかは誰なの？もう嫌なの。ずっと不安に怯えているのはもう嫌なの。ゆりさんも悲しませたくない。なんか泣き声が聞こえたからさ、来てみたんだけど、私は何も見てないよ。何も見てない。これ本当。ああ、何も見なかった。それじゃあ私は帰ろっかな。ホームシックっぽいところから何も見なかった。改まっちゃって、
じゃあ、ユカ、今日は帰るね。ユカなら耐えられるから、無理はしないで。